い時間いける全然いけるから来てるけど。ああ、そっか。むっちゃニートやもんな。むっちゃニートむっちゃニートしてるって聞いて、うん、あの連絡したんやけど、ああちょっとお願いあって。おう、何？いやまあそのちょっとこうこれこれ引いてもらおうかなと思ってあの貯金ルーレットっていうのを動画でやってて、うん、それ引いてもらおうかなと思って代わりに。俺が？うん。いい？あ、いいよ。よし。これあの1枚取ってこっから。なんか見て見て。あの0円でした。頼むわ。いや入れんね。0円。間違いないな。確かにそうやわ。まあそんなんええねん。ああちゃんとあってお願いが。え、何よ。まあ、むっちゃニートしてるから、うん、でもあのなんか嫌なことあってさ、うん、仕事辞めたとかさ、うん、なんか引きこもりとかそういうのじゃないわけやんか、うん、結構前向きにニートしてるやん。そうやな。ポジティブなニートしてるやんか。そうやな。次の仕事、うん、まあ、決まるまで、うん、じゃあ暇やと思うから、うん、てか絶対暇やんか。まあ暇やな。お前は、うん、ニートやしな。まあ暇やな。お前は全然暇やから、うん、ちょっと手伝ってもらおうかなと思って。このチャンネル俺一人でやってんねんけど、うん、でまあ単純に、うん、まあ一人よりも、うん、ちょっと二人の脳みそを使った方が、うん、まあネタも作れるかなとか、うん、まあ、外に出てカメラ回せるかなみたいなっていうので、こう手伝ってくれへんかなと思って。ニートの間だけ YouTube を、うん、まあ、裏方やなとか、まあ足、あ足で車持ってるやんか、うん、ニートのくせに、うん、ニートのくせに車持ってるし、まああのいつもなんか運転してくれるし、うん、なんかたまに奢ってくれたりとかするから、うん、なんか手伝ってくれるかなと思ってちょっと今日お願いしようと思ってきてん。あ、うん、やる？やらんえ？やらんよ。え、金。金？いや、金はそんなんお前当たり前やん。金いるな。収益化してないから。うん、このチャンネル。そう、払えへんわ。ちょっと。今は払われへん。今はってことだ。今は払われへんから、うん、ちょっと手伝ってもらうことによって、うん、まあ、動画上げる頻度も上がるかもしれへんし、うん、もしかしたら面白い動画が撮れるかもしれへん、うん、で収益化できるかもしれないじゃないですか。あ、だから、うん、収益化できたら、うん、もちろんそれはお支払いします。なんぼなん？まあ、9対1やな。俺9。そうやで当たり前やん。俺9で。9や、うん、で1はあの寄付しますランダムに。そうなん。ランダムに寄付します。いやいや、そういうのやらんから。なんでやねん。いや、9やで。やらん。やらんかな。マジでどうしよう。どうする。やってくれると思って来てるから、うん、マジで無理。なんか俺も呼び出された時に、うん、何かなと思ってたね、うん、で金の話かなと思ってたけど、うん、まあ、金の話やん。いや、金の話じゃない。これは夢の話。夢だこれ。夢の話。青春を取り戻すっていう。あの高校から一緒やんか、うん、高校の時なんかあんまり楽しめてなかったからもう一回その青春とか、あ、なんか仲は良かったけど、うん、なんか結構俺は楽しめてた組やって、うん、なんかあんま楽しめてなかった組やったから、うん、なんかもう一回なんか青春取り戻せたらいいかなと思って、うん、それ誘ってみてん、うん、やらんよ俺ニート忙しいしボランティアはきつい。ボランティア、一旦ボランティアはきつい。金やな。いや、お金あるやん。持ってますやん。稼ぎ切ってのニートやん、今。で、次に行くためのニートやん。まあまあまあ。やろ？うん。あるやん。金、まああるけど。あ、じゃあ他にあるの何？時間やん。うん。手伝えるやん。っていう。あ、じゃあ収益化してたら良かったってこと。収益化できてたら俺が今もこの段階で。
そうやな、収益化できてて、うん、金あんねやったら考えてたわ。ああ、めっちゃいい条件ある。ほんまに？うん。ちょっと聞かしてよ。今お金出てない状態で、手伝った時のメリット。うん。いきなりステーキおごる。安ない？え、違う、違うで。いきなりステーキをおごるんじゃなくて、あ、そっち。どっかのタイミングで、うん、いきなりめっちゃいいステーキおごるわ。どのタイミングか分かれんの？いきなりも。いきなりな。いきなりステーキ。いきなりステーキにはいけへんで。いきなりステーキじゃない？いきなりステーキにはいけへんけど、うん、いきなりめっちゃいいステーキを俺がおごる。いきなり、うん、いきなりいいステーキをおごるってこと？それだといきなり1個多いね。それだったらいきなりステーキに行ってるから、あの、いきなりめっちゃいいステーキおごる。やる？やらんよ。ステーキ食えるし。金あるからやろ？うん。金あるやん。金あるよ。他何あるの？時間やの？時間やな。手伝えるやん。いや、やらんな。やらんねや。やらんな。マジで。うん。でも分かったわ。それやってくれへんねやったら、うん。森にもその、お願いがある。普通に。あ、その、YouTube で、まあ、代わりにやってっていうやつ以外にってこと？うん。まあ、何を？まあ、貯金今何本ぐらいある？まあ、言える範囲でいいけど。まあ、ざっくり、うん。もう300ぐらいじゃん。300万やろ？うん。で、50万貸して。絶対無理。貸してくれたら、うん。俺上京するから、それで。いや、お前、頑張れよ。違う、上京するから、うん、上京してから頑張るから、うん。で、返す。返すし、うん、あの、いきなりステーキよ、これ、ほんまに。俺が先行投資するってこと？そう、俺に50万貸して、うん。俺東京で頑張って、うん。もうがっつり返す。50万を。がっつり返す。ああ。いや、貸さねえよ。あかんやん、ほんなら。あかんな。どうすんの？これ何の時間なの？あんま分かれへんね。時間しかないニートに、手伝わしてあげようかなっていうぐらいの感覚も正直な。なるほどね。うん。結構上から。結構上からやね。だってニートやもん、今な。そうやな。持ってるお金は多いけど、うん。俺より。うん。でもさ、社会的に見たら下やから、俺より。普通に、うん。俺働いてるもん。バイトやろ？え、仕事もしてる。仕事がないからバイトしてるけど。あの、だから言ったら仕事とバイトしてんの。二個仕事してんねん、俺。ああ、なるほどね。だから、じゃあ三つやってるやん。仕事してバイトして YouTube やってんねん。YouTube も仕事よ。うん。まだお金で帰ってきてないだけで。うん。仕事よ。三つ仕事してんねん。うん。お前仕事何個してんの？ゼロやろ？ゼロやな。ゼロやろ？うん。で、だから、俺の上やねん。立場上。うん。だから、手伝ってもいいよっていう、うん。やつやねんってんけど、無理やろ。そうやな。やらんな。きつい。金やな。ニートやから金がいるな。あー、そっか。そっかそっかそっか。金やろ。金か。高校の同級生とはいえ、うん。金やろ。そうか。やるわ。うん。中前寝るわ。おお、そうだ。明日ね。